はい、皆さんこんにちは。今日はですね、海外で、私の動画を見ていただいている方からコメントをね、いただいていたので、それに答えていきます。で、同じエクストレール、T31 のエクストレールに乗ってる方で、どうやら、メーターの LED ですね、それが切れてしまったということなので、メーターの外し方を教えてくださいと、聞かれましたので、今日はね、それをね、やっていきます。で、ちなみに私の、メーターですね、今動画を出します。これですね。はい、見てもらうと分かるんですけども、この旋回転のところ LED ね、切れてるんですよ。で、私も何かしらのね、対処をしないといけないので、今日ね、外して、確認をします。で、電装関係を外すので、必ずバッテリーですね、バッテリーのマイナス、こっちはプラス、こっちはマイナスです。マイナスの方を外してください。はい、これで、マイナス側を外しました。では外していきます。で、ここのカバーを外せばメーターにアクセスできるんですけども、まずね、やることがあります。で、キーシリンダーの横、ここについてるカバーをまず外してください。で、引っ張れば簡単に外れます。で、これを外して、次です、ステアリングの後ろの、コラムカバー、上と下、これをね、外します。下ですけども、ビスがね、2つついてるので、ドライバーを使って、2つビスを外します。ビスを外したので、次はカバーを外します。で、チルトのレバーがあるので、お車によって違うかもしれませんけども、私はついてます。これを下げて、ここでカバーを外します。上と下で2分割になっているので、こうやって外れます。先に下を取ってください。で、次にここですね。ここですけども、これはまってるだけです。結構簡単にはまってるんですけども、爪をね、引っ掛けると結構傷がつくので、簡単な方法、ここです。ここに、指を引っ掛けてもらって、ちょっと引っ張れば、これ簡単に取れます。これで、両方、くっついたものが取れるので、外せば、あとは、メーターの、ここですね、ビス、2本ついてます。また、ドライバーを使って、ここをね、外します。ビスを外したら、メーターを引きます。この状態で、まず、爪が2つついてるんですけども、引っ張れば、まず外れてきます。こうですね。で、あとは、カプラーですね。ここにカプラーがついているので、これをね、外します。ここは結構ね、外しにくいので、マイナスを使って、で、爪を押して、ここについてる爪を押して、引っ張ってください。で、簡単に取れます。はい、メーターをね、外しました。で、ここから、どうされたいかわからないんですけども、とりあえず、カバー、表のカバーと裏のカバーを、外す方法だけ、お教えします。これを起こしてあげれば取れます。やってみます。こうやって取れます。で、次は、後ろですね。針がついているので、あんまりね、触らない方がいいと思います。で、後ろもね、ちょっと取ってみます。爪はここについてます。これを外せば、後ろの、この黒いカバーが外れます。はい、これで、後ろのカバーが外れました。メーターの裏、こうなってますね。基板があって、ここに針がついてます。これですね。で、この基板も、ここ爪でついてるんですけども、こうやって爪を起こしても、針がついてるので、取れないんですよ。なので、針を取らないと、基板はね、取れないです。これですね。
この白いの、これが LED です。でこれを交換するとなると、針も外して、でここの文字盤を取って分離させて、まあ、交換というふうになるんですけども、基本的にはメーターはアッシー交換になります。昔のように後ろにねバルブがついていて、それをね交換すればいいというふうに今はなってないので、もうねアッシーで交換するようになってます。では、今日はねこの辺にします。まあ本当はね針と、文字盤を外して中をねお見せしたいんですけども、元にね戻せなくなったら困るので、私はねこれ以上はバラしません。でご自分でバラして、まあ、修理されるかわからないんですけども、できれば、日産のサービスステーションに寄っていただいて話をね聞いてください。でそこで話を聞いて、どうするか、考えてください。よし、今日はねこれで終わりにします。またコメントいただければメーター以外のことも、お話ししますので、よかったらねまた見てください。では、次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、また会おう。